バリンは、中国、遼寧省信用市出身の元卓球選手。2004年アテネオリンピック男子ダブルス2008年北京オリンピック男子シングルス男子団体金メダリスト。男子卓球史上唯一オリンピック3種目制覇を達成している。6歳の時卓球を始め、1990年に遼寧省のチームに、1994年には中国。 代表チームに入った。引退後の2017年4月から女子中国代表、一軍のコーチを務めている。ペンホルダー選手。バックハンド技術は、ショート、プッシュに加えて、リメンダ法も使い、年を重ねるごとに多彩になっていっている。卓球王国のリメンダ法特集では、第二世代の代表とされている。 フットワークを重視したフォア手戦とカウンターを重視した両ハンド手戦の二つの戦術を使い分ける。また、サービス、台上技術のレベルが非常に高く、特にサービスはインパクトが異常に速く、かつ多彩で強烈な回転を誇るため、マジカルサービスと呼ばれることもあるほど、精神面が弱く、流れが悪くなると試合態度が悪くなる。この点において、 サムソのフィアボルと比較されることがあり、この点が実力はありながらも世界選手権やオリンピックといったビッグタイトルを獲得できない要因との指摘もあった。2008年北京オリンピックにて悲願のビッグタイトルを手に入れた。この他、ダブルスの名手とも知られており、世界選手権やオリンピックにおいて優勝4回、準優勝3回、3位2回を誇る。なお、 オリンピック男子において大満願を成し遂げた唯一の選手である。1997年から2013年までの全ての世界選手権に出場し、中国代表の世界選手権への最多連続出場記録を持っている。2007年の世界選手権決勝後に行われた記者会見において父が自殺したことを知り涙を流した。ありがとうございます。